ちょっと聞こえるかな、なんか拡声器ついたあのスピーカーのついた車あるじゃないですか、でなんか宣伝して回るようなやつ、あれなんか今日はあの富良野市長選挙の投票日ですとかっていうふうに言ってるんですけど、まあたまたまだと思うんですけれども、富良野市長選挙の投票日だそうで、まあなんかなんか地元じゃないとなんかピンとこないんですけどね。さて、時間がですね、今、1時50分ぐらいで、次の列車が2時19分、およそ30分前になりました。まあ、のんびりのんびり歩いて10分ぐらいで富良野駅着くとして、残り20分は、まあ、ちょっと次の列車待とうかなと。まあ、なんかさっき旭川にいたので、なんか、あれですね、こう街があるんだろうけれども、なんかこう、旭川とどうしても比べちゃうし、まあ、今日札幌はまだ行ってないので、札幌駅のあたりは行ってないので、白石駅からスタートしてるので、今日は。札幌のイメージとは比較はしないですけど、旭川とはちょっと比べちゃうかなと思います。そして、こちら、ご当地グルメ、富良野オムカレーっていうなんか旗が出てるんですけども、その裏を見ると、こちらにも軟石を使った蔵があります。これも札幌軟石か、もしくはその美瑛の美瑛軟石ってあるんですけども、まあそれを使ったのかなとは思いますけどね、体質的に。そしてここって結構あちこちに川が流れてる、細かい川が流れてるなっていう感じです。でさっきとは違う系統だと思うんですけど、細神社のとこには行ってないと思うんですよね。そうですね、流れがちょっと違うもんね。あ、違う、へそ神社から来てるのかちょっと分かんないですけど、これちょっと行ってみましょうか。これさっきの石のじゃないな、ここにもレンガ造りの、これはでも形的に農業倉庫とかってやつですか、あの農家の人がなんか入れるのに使ってたそのレンガ造りの、あ、でそちらのね、こっちの方にさっきの軟石の蔵があって、こっちの方にレンガの建物があって、これもそんな、まあ、手前のやつは取ってつけてるけども、本体は結構古いんじゃないかなという感じです。でおそらくなんですけど、この下がちょうど先ほどの水が流れてる、まあ、いわゆる暗渠になってる場所じゃないかなと思う。あ、そうですね、これあるから流れが聞こえるほどの水量じゃないですけど、まあ、確かに水の流れが下にあるので、ここに建物を置くわけじゃないから、道のこっちとこっち、まあ、蓋をかぶせて大きい、なんていうんですか、遊歩道スペースっていうのか、そういうのになってますけれども、で、こちらに行くと駅があって、駅のこっち側がスズラン通りなんですけれども、おそらくここのなんかいかにも蓋してるんじゃないっていうところ、この下が暗渠になってるっぽいので、で、へそ神社は、あ、そうですね、あの橋の欄干の裏が、ここがへそ神社のあるところなんで、これで合ってるかなという気はします。ここにもへっかいじゃない、北海へそ踊り、北海細踊りなんだって感じですけど、北海へそ踊りのこれはアルミ製かな、アルミの置いてありますけどね。でこれ先ほどの、あそこ水が流れてこっち暗渠になってどう行くんでしょうねっていうの、まあ、突っ込むのやめにしましょうと言ったんですけど、まあ、突っ込んじゃいました。こう流れて、でおそらくこっちの方に何かしらの通路で動いてるんじゃないかなと思います。あ、ちょっとなんか謎が解けたみたいですっきりしました。さて、まあ、出発まであと20分ぐらいです。いよいよ戻ってまいりました富良野駅で、私ねさっきちょっと見逃したんですけども、こちらの駅舎の隣にこんな建物があって、これ連絡橋だと思うんですけどね。ということで時間が若干あるので、ちょっと連絡橋渡ってみましょうか。まあ、自転車があれなんで、まあ、エレベーターじゃなくて階段でいいや。自転車も通れるんですね、ここね。た
多分地元の中学生かなと思うんですけれども、まあ、結構眺めもいいですよ。まあ、線路の上を通るので結構登りますよね。こうなんか駅構内というか、まあ、列車出発してあっち方面だから、帯広方面か、帯広方面に伸びてる道もよく見えますし、それから反対側はこれ先ほどホームから降りた時の跨線橋がこちらの方にもよく見えますけれども、ちょっとこちらは年季が入っているなという、まあ本当古い駅ではありますからね。あの滝川から帯広方面に行ったら石勝線ができる1981年より前はこっちが主要路線だったので、でまあこちらに、まあいつ頃できたのかな、この跨線橋は、連絡橋はちょっといつ頃できたかは分からないですけれども、あ、まあありますということで、まあ、ちょっとした展示がいろいろ乗っかってます。こんなウッドクラフトギャラリーとかありますけどね。やっぱだからこの辺というか、でここちょっと南に行くとシムカップとか本当石勝線沿いの街になるんですけれども、まあ、ちょっとエレベーターに行きましょうか。下へ参ります。ドアが閉まります。ちっちゃい窓がついてます。ここだけ窓がついてるんですけどね。いや、まあ、ここに私が映ってるんですけどね。これなんでエレベーターに鏡ついてるんでしょうね。よくついてますよね。1階です。まあ、ということで橋を渡って反対側までやってまいりました。なんかここに看板が立ってる。ですね、多分この看板でそれで間違いないと思う。今これこうずっと渡ってきたところですけど、これで間違いないと思うんですけれども、ポッポブリッジを利用される皆様へ、まあこれまあ大体当たり前のこと書いてあるんで読まないですけどね。名前はポッポブリッジっていうんですね。どの辺がポッポやねんって感じですけれども、ということでこれ連絡橋の入り口にポッポブリッジと書いてありましたし、それから入ってここにもポッポブリッジを利用される方へと書いてあったんで、まあこの名前がそうだということだそうですね。でそれでちょっと窓の外見えるでしょうか。ここに列車が止まってるんですけれども、これが東鹿越行き、今あの関町線じゃない、根室本線は今あのなんか 2年前の、台風かなんかでちょっと一部区間が普通になってまだ直してないんですよね。で代わりにこの東鹿越というところから新徳まで、代行バスが出ていて、まあ、それまでの行き先として東鹿越行きというのがあるんです。多分滝川から出てるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それに乗って、実は次はその東鹿越、そしてバスに乗り換えて新徳、そちらに向かいたいと思います。では、ね、列車に乗りましょう。5分ぐらい前ですね。お願いします。はい、ありがとうございます。あんまりお客さんいる風じゃないな、こっちから見た感じでは。いなくはないけれどって感じです。あ、そしてこの階段あれですね、あのどこ駅鉄道探偵で見かけたあの富良野の階段じゃないですか。あれちなみに私全問分かってますので、回答が出る前に全問解いたので全部特定はしてあるんですけど、ね、実は階段を上ったところにこれがありました。お知らせ、根室線東鹿越新徳間バス代行輸送についてということ でこれ2年前の台風でちょっとあのまだな復旧してないのでしばらくよろしくというこれです。これの東鹿越行き、これが発車がですね14時19分、富良野発東鹿越行き、あ、富良野からも出てるのがあるんだ。ということはここ始発なので、じゃああんまり滝川から乗るとか気にしなくていいんですねって感じですね。こちらの40系気動車、これに乗って、東鹿越、こちらに行きたいと思います。まあ、短い時間の滞在でしたけれども、また富良野寄れればいいなと思います。
こう地方のローカル線ってこういうこれ整理券があるんですよね。これであれば、富良野が8番とか書いてますけども、これと、まあ、本来であれば切符か現金かを入れて、それで、降りるときに支払うみたいな、そういう形にはなっております。